行列。どうも、篠原です。今回は予備校のテキストと参考書の両立の仕方ということで、篠原は教育の天才ですので、こういう予備校のテキストも持ってるし、参考書もいっぱい持っています。まあ、これに関してはね、元の塾生からもらったんですけど、今回はこれ、両立するためにどうすればいいのということについて紹介したいと思います。ちなみにね、多分予備校入った時に言われたと思うんです。うちの教材、うちのテキストさえこなしておけば大丈夫、合格しますよって言われたと思うんですけど、これ嘘です。というのも篠原自身、あるね、大手予備校に1年間浪人してました。で、その間予備校のテキストもちろんやってたんだけど、それプラス参考書とかもめちゃめちゃやりました。で、京大ね、受かったんですよ。で、なので、あの、予備校のテキストだけで合格はそれはないです。で、もしそうなってるんであれば、ある予備校、まあ河合塾か駿台かわからないですけど、そこがもう一社独占ですよ。だってそこに入れば受かるんだから。だけど、まあ河合塾さん、駿台さんみたいな感じ、いろんな予備校が乱立してるってことは、予備校のテキストだけではダメなんですね。プラスアルファの教材をやらないといけないというところになります。で、じゃあそれが何なのかということを話します。まあ、実際ね、篠原はもうこの参考書立案、もう300人400人とやってきて、何百人単位でやってきてるんで、まあ一応ね、信じてみてくださいというところです。まず前提としてなんだけど、予備校のテキストだけでは受からないと言いましたが、予備校のテキストに割く時間、これ大体 80% 以上は取りたいなと思います。というのも、あの、高い金払ってるんですよ。予備校に100万ぶち込んでるわけじゃないですか。そこでもらったテキストをいい加減にするのは俺は違うと思うよというところですね。で、まあ質問にも行きやすいし、あの、品質はね、すごくいいです、予備校のテキストっていうのは。なので、予備校に入ったらもうそこで、もらったテキストにもう 80% の時間エネルギーを割きましょうと。で、残り2割をですね、この自分の参考書とかの勉強にしていきたいと思います。だから、これから話すのはその2割のところですね。この 20% のところの話をしますと。で、まず、1つ目、基礎ですね。基礎固め。これ何かっていうと、予備校っていうのは、まあ、基本的にこのぐらいの大学を目指す人は、このコースみたいなのがあるんですよね。で、そのコースにいる人全員に向かって、大体平均的な授業をしていきます。だから、自分にとっての苦手教科、自分にとっての得意教科あると思うんだけど、まあ、得意はいいとして、苦手教科は、その平均値から劣ってる場合、対策してくれないんですね。だから、予備校の求めてるレベルはここだ。でも今自分はここだって言ったら、こっからここまで上げる努力っていうのを自分でしないといけません。なので、基礎力重視。基礎力をつけていきましょうと。で、必要だったら、中学レベルまで戻ったりだとか、あるいは中学とはいかなくても、高1、高2レベルまで戻って、まあ、あの、予備校のね、その、授業に見合う力を先につけるようにしましょうと。いうところになります。だから基礎力すっごい大事というところですね。で、二つ目が暗記なんですけど、まあこれ篠原自身ね、あの、大手予備校行ってたから知ってるんですけど、単語帳とか漢字の本とかもらえません。基本的には。おすすめはされます。なんだけれども、まあ、単語帳とか漢字の本に関しては、自分の持ってるものを使いましょうというスタンスが多いですし、篠原もそれを推奨しています。だから、予備校でテキストに載ってない、そういう単語帳、まあ、古文単語もそうだし、英単語も熟語帳もそうだけれども、そういう熟語とか単語の暗記に関しては、自分で頑張るしかありません。なので、それは自分でやりましょうというところですね。ラスト、過去問です。これに関して言うと、予備校のね、その教材っていうのは、言ったら過去問あんまりそんなに載ってないんですよ。ところが、篠原は京大受けるにあたって25カ年とかめちゃんこやりました。もう、英語も国語も数学も全部やりました。社会はやらなかったですけどね。で、そんな感じで過去問演習はバリバリやっていきたいじゃないですか。にもかかわらず、予備校のテキストでは、もう本当に数年分、数回分しか載ってないんですよ。あるいは、予備校のその、いや、過去やった東大模試、京大模試の問題とかポンと載ってたりとかするんですよね。で、やらない意味はないんだけど、もっと過去問やれよってことになるんです。なので、過去問演習はしっかり自分でやれというところですね。で、一応俺は、まあ、最低やっぱり難関大目指す、その、言った予備校で、浪人してまで、行きたいと思うような大学だったら、15はやっぱりやってほしいねっていうところなんだよね。ところが、まあ、予備校のその前期後期って分かれてるんですけど、だいたい15週間15週間なんですが、その15週間の中で、例えば英語の長文って、まあ、言ったら自分の受けたい大学じゃない、まあ、例えば北海道大学とか九州大学とか分かんないですけど、いろんなところの問題をこうガッと集めてきて授業をするんですよね。なので、もちろんその大学だけの過去問演習でもギリなのに、他の大学のもやるんで、15年達しないんですよ。だから自分でやらないといけないと。
というところになります。特にですね、篠原がいたコース、まあ、東大、京大、合格コースみたいなところでは、センター対策、だから共通テスト対策は、おそらくもうほぼ自分でやらないといけません。だけどまあ、もう過去問演習は自分でやらないといけないというところになります。はい。ということで、予備校と参考書は、8対2の割合で勉強していく中で、両立を図っていく必要があるというところですね。で、この両立をしていく中で、もちろん基礎固めもしたい、暗記もやりたい、過去問もやりたいってことだと思うけど、重要度はこれです。やっぱり一番は基礎固め。じゃ、というのも、十分にもったいないでしょ。というのも予備校の授業についていけない期間が長ければ長いほど、この100万円をドブにボン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 捨ててることになるんですよ。どんどん金を無駄にしている期間が長ければ長いほど、もう予備校の金づるになって終わるわけです。だから、ぜひね、この基礎固めを早くやって、予備校の授業に早くついていける状態にしましょうというところですね。で、そのうちの一つの手段としてもちろん暗記があるわけなんですが、まあ、過去問はね、正直これは、まあ、正直、前期の間は、そんなにやらなくてもいいかなと。篠原はやりましたけど、篠原は、根性がね、ありますから、体力もありましたし、めっちゃ勉強してましたから、ほら、過去問演習もしましたけど、前期のうちに。まあ、後期スタートでも別にまあ、いいんちゃうかな、という感じがしますと。はい。ということで、予備校と参考書の両立は、ぜひですね、この基礎固め、暗記、過去問演習で、まあ、基礎固め中心でやっていこうと。だから、1日10時間勉強するとしたら、そのうちの2時間をですね、自分の勉強に費やしてもいいかなと思います。あと、まあ、参考書の勉強中心でやりたいのであれば、予備校の予習、これを軽めにして、復習やりましょうね。何度も言ってるけど、予備校に100万払ってるんです。100万払ってるから、有効活用しよう。予備校のテキストにほぼ時間を割いた上で、参考書、基本的なところからやっていくのがいいんじゃないかなと思います。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。